ソル、あ、ソル、ソルさん、ハートくれてる、ありがとう。ピコ、嘘、え、でもいっぱい食べて太っちゃったかもね。ただいま。今日ちょっと声ちっちゃめでの配信なんだけど。ま、東京だ。持ってきた。そう、いろいろ沖縄土産というか、あ、テルジも帰ってきた。テルジのいつもの居場所。沖縄からいろいろ持ち帰ってきた。あれ？これ使わなかったな。浮かれてるサングラス。これなんか今日もしオンラインラクイチラクサできそうだったら、なんかリゾート服みたいな感じの、リゾート私服みたいな感じのテーマでやろうって話してたんで、割と今日なんかリゾートっぽい感じイメージした服装着てたんですけど、今日なかったから、そのためにこのサングラスも1日目に買ってはいたんだけど、結局使われませんでした。すごい浮かれポンチになろうかな。お花とサングラス、すごい浮かれてる。高橋さん、ただいまです。寒さには新潟の民は、いやでもさすがにね、結構ちょっと寒いなって思った。これだったからなんか半袖、何、四分袖くらい。太ったように見えない？よかった。今日ねちょっとあの食べるものを抑えめにした。いつもならあのブルーシールのアイスとかあのダブル食べたいなって思ったけど、シングルにしたし、なんだっけ、サーターアンダギーも多分いるって言われて食べたかったけど、大丈夫ですって我慢した。ちょっと、うん、あとご飯食べた時なんか定食みたいなのもあって、沖縄の名物いろいろ、なんだっけ、そう、タコライスとソーキそばとあと天ぷらとなんかこういうチャンプルちょっとどうみたいな、なんかいろんなの乗った定食、それ食べたいなって思ったけど、タコス2個のやつにした。ちょっと今日はね抑えて調節した。えらい。でもちょっと食べてたけど、ビスケットとかのサーターアンダギーも、なんかちっちゃいサーターアンダギーが売ってて、それつまんじゃったけどさ、結局。でっかいの大丈夫ですって我慢したくせ。でもいつもよりは抑えめだった。朝食もちょっといつもよりまだ食べれるなって感じだったけど抑えた。クロモン、ただいまー。まさん、ツイートして卵のおにぎり、あー、ポーク卵、ポー玉、ポー玉ね、美味しかった。あれ、あ、あれか、美味しかった。まあ、今こんばんはー、 HK こんばんはー、あこちゃん、さちゃん、ただいまー。ささがーもう東京に戻ってきたよ。のび、沖縄、まだ沖縄にいるのび、楽しんでる？まだあと2日、水曜までだもんね。パンちゃん、今日は妙高さんに、おお、初冠雪、雪降ったんだ今日。やっぱ結構ね、みんな寒かったもんね。新薬、先生、
愛知県長野の後沖縄行ってね、すごい日本津々浦々、新潟行ったり長野行ったり沖縄行ったり名古屋に行ったり。のぼうこんばんはささ、筋トレしてるの？ささがもう筋トレしなきゃ。うきくんこんばんはさー、ただいま、たかっぺ笑顔タイム。しかちゃんまた沖縄来た時に食べたい。そう、まだまだ食べたいものいっぱいあるからさ、全然食べ足りない、超食べ足りない、まだまだもっと食べたいものいっぱいある。こっぱちゃんいやささー、沖縄さしさしくわささ。なんか曲の方のバンザイジャパン、バンザイジャパンっていう曲で、そう沖縄しさいやささ、魅力がたくさんあるんですっていう歌詞があるんだけど、そう、それ最終日最後の公演だけ沖縄シーサーシークワサーサーってさりげなくね替え歌されてた。我慢、普段我慢できないんだけどさ、たまにやばいなって思うとちょっと我慢する。のび帰ってから調整でもよかったのに。そう、でもこれからね結構何日間かがっつりちょっと調整しようと思う。あこちゃん持ち帰ったビスケットさそれはただ単になんかいろんなものがあってあんま食べてなかった。うん、11月15日え本当に、入る11月15日なんだ、遠征か、はあ、会えるの待ってるね。タカペともしばらく会ってないから、ご時起き頑張れ、おやすみ。しかちゃんジャックオブ沖縄沖縄ジャックしに行く、ま、東京ジャックしたら次沖縄ジャックしに行きたい。何ヶ月間かかけてずっと沖縄滞在する。タナシャナこんばんざい、タナシャも無事帰った、今日 電車どっかでタナシャに似てる人見た、一瞬だけね。のび沖縄面白いよ、沖縄でやることリスト着々と、すごいね、ちゃんとリストにするっていうのが偉い。ひなおかえりちゃん、ただいまちゃん、ただいさちゃん、あファンジェどういし、前言ったファンジェと違うとこかな、別のファンジェがあるのかな、あそうか、京都のファンジェの沖縄、あ沖縄じゃない大阪バージョンってことか。ダイこんばんざーい、こんばんダイ、ジュンディただいまーす、タナシュ帰宅、タナシュも今日帰宅の人か、一緒、日曜日やから出張先から大阪帰ろうかなと、おおちょうどいい感じ、会えちゃう、会えちゃう。それでもうついたつささん平泳ぎ早いね、うん、違うよ背泳ぎできた、タナシュン東京寒くて、そうだね、特にタナシュンあんま脂肪なさそうだから、そんな蓄えてなさそうだから寒そうね。みんなに見てほしいのあるんだ、これででん、紅芋味のパックンチョ沖縄限定。まあでもこれもそうなんだけど、でもこれを見てほしいわけじゃなくて、この中身ででん、佐賀の沖縄おやつボックスになった沖縄おやつボックスいろいろ入ってんだよ、これこれ沖縄で見つけた、多分沖縄の沖縄の人にきっと昔から親しまれているのであろう、そ
とこのきなこ餅ってやつのアイスがあってめっちゃ美味しそうだった。これ食べてないけど、とプリン、あとこれ、これとこれはね、一緒に遠征行ってたメンバーとアビコさんにあげたやつの余りをささがもらった。沖縄バージョンの麺米あるんだよ、あの福岡の麺米、沖縄バージョン、島唐辛子マヨネーズ風味と、これさっきの紅芋味のパックンチョ、これは一緒に遠征行ったメンバーにお疲れ様のやつあげた。あとこれチンスコーショコラ、あのチンスコーさんがチョコがかかってチョコでコーティングされてる。あといただいた黒糖、黒糖そのもの、これもいただき物。紅芋タルト2種もらった。紅芋タルト元祖のやつと、あとこっちはね紅芋と赤ね芋ってやつを使った芋芋タルト、芋芋ちゃんでした。これはちょっとあのおやつボックスには入らなかったんだけど、沖縄の酸っぱいマン、これさ、え、絶対なんか見たことあったと思ったんだけど沖縄なんだね。それか類似製品かな。あと今飲んでた沖縄のグアバ茶、グアバ、どう美容と健康にいいのかな、気になるでした。これを見てほしかった、おやつボックス。どこまでやんだっけ、ラプタン、ただいま。パックンチョ、パックンチョ夏いいよね。パックンチョ普段でさ、もう最近全然見ないのにさ、沖縄には紅芋味があった。普通のパックンチョ最近全然見ないのに。おやつボックスの中にまたしまうよ。はい、これすごい、おやつ持ち運びしやすい。おやつそんな持ち運びことないけど。準備、観光は、え、でももう ほぼね、ずっとね、あの国際通りのあたりにしかいなかった。ずっと国際通りだった。なんかね、他のところも行きたかったんやけど、あとはでもはちょろっとなんか海見たり、なんかいろいろ、そう、いろいろ詰め込んじゃったこの中に。空港でヘアアイロン募集されてない。パクンチョ衝動的に食べたくなること、年一であるよね。わかる、年一、年一かな、思い出すと食べたくなる存在を。おやつボックス、そういう箱潰さずに持って帰るの、えらいちゃん。そう、キャリーの中にね入ってたからね、潰れなかった。オロチこんばんは。今日はお花とサングラスがついています。リゾート風味、おきっこパン、ゼブラパン、しましまなの、おきっこパン、これ気になる。消費期限明日までやから食べな。え、このきなこ餅のアイスも食べたかった。ジュンディ、ベニーもさささん、サマス、エイホー、こんばんざーい、アーバー、グアバグアバチャ、アバチャアバチャはちょっとジョジョ的にあれなんだよな。ジョジョのネタ的にすごい、これ本当にアバチャじゃん、ここ隠したら。ジュンディ、半袖寒ないですか。
まだ大丈夫。でも今ブランケットかけてる。ラプター風にはお気をつけて。大丈夫。服装だけ見たらそう、まだね沖縄気分ちょっと引きずってる。パクチー家の近くのスーパー常に、ああ置いてるの。すごい、最近全然見ない。おやつボックス。僕のおやつボックス。パクンチョの紅芋味本当に結構しっかり紅芋だった。バタピーン。笑顔タイムのバリエーションないんだよな。これリゾート感あるでしょ。目がキラキラしてる。すごくキラキラしてる。で、おととい秋葉原の駅だから麺べ売ってて、あ、でもそう麺べさ結構いろんなところに売ってるんだ今。あゆちゃんが大好きな麺べ。沖縄でテレビ見てたら紅芋タルトの天気予報で、え、どういうこと？紅芋タルトの天気予報。紅芋タルトが紹介してる。ボスだ。ボボ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 。アマさんが怖い。あれでしょ？メンチ切ってたんでしょ？見たいな。沖縄からの白金。あ、そうだよ。今もう東京戻ってきたんやけど、明日もう早速白金高菜ライブ出演するから。耳よくマッサージしてる。明日ね、1週間ぶりに東京でライブ出演するので、みんな来れるの待ってます。会えるの。親指ジュンディ、うちの新潟っ子がマックスなくなったの知らんくてびっくりした。あらあらりりりり、マックスもなくなっちまったよ。あいつはしかちゃん国際通り長かった。長かった。とてもあそこのドンキホーテも行ったし、いろんなお土産屋さんも巡ったし、ブルーシールのアイス食べたし、沖縄料理屋さん行ったし、いろいろ行った。13年ぶりで、アバちゃんその住所にね、住所の5分にアバちゃん、アバちゃん出てくるんでね。まあ作中ではアバちゃんって呼ばれてないけど、全然内緒で今から沖縄行きたいけど、行きたいけど気持ち的には戻ってきた意味で、ネイル、そうネイルね、これすごいすぐ剥げるかと思いきや意外と続いてる。夏だね。ネイルまだ夏気分。もうすぐ今度めんべい買おう。そうあやちゃんめんべい大好きだから貼ってあげて。めんべい、めんべいあげるとすごい喜んでくれる。沖縄にも元々福岡の人、え、他にどっかにめんべい売ってんのかな。すごい、くしゃみでそう。ラフテー風味調味液と泡盛、島唐辛子マヨネーズとかちゃんと入ってる。めっちゃすごい。イカ、豚肉、ラフテー風味調味液、タコ、泡盛、島唐辛子マヨネーズ、明太子、加工黒糖入ってる。めっちゃいろいろ入ってるやん。かわいい。はい、なんか涙出てきた。めんべい見てたら涙出てきた。ともきだ。ともき、ただいまー。ハイビスカス、白ビスカス。そう、オレンジビスカスにするか白ビスカスに悩んだけどね、白ビスカスにした。雪屋さんの時、あー前雪屋さん行った時着てったやつや。
あマジで誰こいつってなったらボス、え沖縄帰りの、あ違うか、ボスは昨日帰ったのか。また20日行くまで楽しみや。20日、あ20日どこだっけ、20日絶対横浜か。タカピ久しぶりに入る、やったーやったー。11月鼻が出る。ボス今から人やりに行くのが食べました。ちょっと見たいな。普段歩いてるところ見たい。またピー沖縄住んでたこと、ああるんだ。国際通りね、めっちゃ夜中でもすごい賑わってて、路上で人いっぱい飲んでた。ちゃんと目まん丸にして踊れたから、ムササさんのツイート遡ってみなさいって言ってた。あマックス時だいぶ遡んないと。ともゆき、なんか髪色ジンオーガみたいになってきて、ジンオーガ、ジンオーガってどんなやつだ。ジンオーガ、紅芋タルト、芋芋は賞味期限に気をつけてね。大丈夫、何でも食べれるから。でも多分すぐ食べちゃうと思う。28日までで、しょ、あ全然食べれちゃう。あこれこれ20日だ、全然違った。じゃあこっちの紅芋タルトを先に食べる、覚えておこう。賞味期限過ぎたらさ、そんな劇的に味変わったりすんのかな。絶対わかんない、過ぎても。涙、それよだ、あ鼻から、鼻じゃないや、目からよだれ、鼻からもよだれ出てくるし、いろんなところからよだれ出てくる。困った、困ったさん。ともき、ビスカス、ビスカス、グアバビスカス、テルビスカス、テルビスカス、テルビスカス、かわいい。はい、お花咲いた。はい、テルビスカス、かわいい。かわいい名前、テルビスカス。あれみたい、ラフレシア。テルビスカスにしとこうと、かわいいから。ちょっと不安定だな。ナナが、タラトラさんおかえり、ただいまー、昨日チェキありがとう。トモキ、昨日の配信はスナック中山、あスナック中山ね、わかる、入り浸っちゃうよね、スナック中山。ママが気さくで、ちょっと不安定だなこれ。やっぱ昨日はボスンと仲良く海ぶどう食べてプリシールだーしてた。海ぶどううまかった。海ぶどうちゃんと食べたの初かも。シャキシャキしてた、シャキシャキプチプチ。マダム、マダムみたい、テレビスカス。もうすでにササシーサーが恋しい、ササシーサーさー、ササガシーサー、ササササアンダギー、海ぶどうプニシールド、海ぶどうプニシールド最高だった。海ぶどうね、めっちゃいっぱい売ってた。みんなも今日買ってた、海ぶどう屋さんで。海ぶどうはそう、冷蔵じゃなくて常温保存っていうね、今回沖縄に行って知ったこと。高校生の時に国際通りのアニメと、ああったあったあった、あれずっとあるんだ。とも金緑、金緑か、あできた、かっこいいじゃん金緑。であの子マックス時は乗ったことあるみたいよ。マックス時はね、もうスーパースターだから。あばチェキに自分でチュラカーギー書くとか。チュラカーギー。
そっか、もう受け取ったのか、ボスンから。ありがとうボスン、渡してくれて。チュラカーギー、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 ササビスカス。でも賞味期限なら1週間過ぎても、賞味はね全然いけるよね。正直消費もいけそうだけど。あ、こちら前も涙と鼻水出てくる。寒暖差アレルギー、あ、寒暖差アレルギーもある。会社アレルギーだな多分。会社アレルギー。テルビスカス、テルビスカス可愛いでしょこれ。マダム感出てる、うん、ライブ後のお顔、あれ全部よだれか。よだれでべちゃべちゃやん。よだれいっぱい。だら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 。テルビスカー最高、かわいい。東京でまたね。でもこれはなんかあれだと思う。ちょっと鼻、鼻拭いてこよう。よいしょ。下履いてるのリラコやからちょっとダサいから隠した。あこちゃん自分でテルジ置いてきたのにビビーキューの時いなくて寂しくなっちゃってた。そうテルジ連れてきたらよかったよ。でも危ないからね、海に落ちたりしたらテルジが大変だからね。ともきもはや色落ち、そう色落ちも含めてから楽しいからね。まだあるんですね。なんだっけ。すぐ会話の内容忘れちゃう。商品やめといた方がいい。うん、分かった。うん。食べちゃうやつ。でマックスときささん、しっちゃん、しっちゃん、あ、シグマちゃんか、しっちゃん。三大新潟トップスター、やったトップスターだ。あと小林幸子さんもいるよ。さっちゃんが言うから会社アレルギー、そう、あこちゃん多分会社アレルギーだと思う。会社辞めたら解決する。今の格好は、そう南国の女、俺南国の女。でもハイビスカスはテルジにあげた、かわいい、うん。テルジサングラスもつける。ナンシーこんばんざー、いただいま。ちょっとでかかったね。ちょっとサングラスつけるにはでかかった。で消費期限過ぎたもの食べても絶対お腹壊さなさそう。いけそう。あこちゃん分かった、会社辞める。アレルギー、アレルギーよね。アレルギーを解決するにはそれしかないな。安典こんばんは。前髪長くなってきた。芸能人の方入れたら三大靴あっても足りなくなっちゃいますからね。ジュンディのアバターハロウィン仕様だ。あぶ南国かぶれのペシーさんこんばんは。ペシーだ、ペシー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 よ。花咲いた。お。ちょっとなんか背景白だから、壁紙白だからわからんな。咲いた。
キコのちりめん問屋の三つえもん、どこ、ハイビスカス、ハイビスカス匂い嗅いでない、臭いのかな、ハイビスカスって臭いの、草ビスカス、スビスカス無理が、スビスカス空気しか出してないやん、かわいい、無理、ちょっと背景白だから分かりづらいな、スビスカス、目玉焼きみたい、あ、そのハイビスカス、このハイビスカスのことか、あ、え、もう11時32分になってた、これはね、無臭、人間の手によって作られし物だから無臭だ、無臭だ、で、ちゃんとここめっちゃしっかり作られてる、終わり時間だ、配信早いぜ、30分早いぜ、今日はおやつボックスのご紹介をしました、いろんな沖縄のおやつを詰め込んでる、あとこれはあれ、あげるお土産なんですけど、あ、これこの分にもタルトあるだ、これはね、マンクルナイサー、このプレート、バンブーファイバーランチプレート、これをめいこちゃん使うかなと思って、可愛かったから買ってみた、マンクルナイサー、あとなんかちっちゃいものもこまごま何個か買ったけど、みや沖縄お土産いっぱいやんだ、いっぱいある、たかしーこんばん、だだこんばん、東京お疲れ様、たかし今来たばっかりだねでも今日は30分間にしようと思った配信、また明日ね、そのハイビスカスさ、コサージュ、いやこれヘアクリップになってる、 こういう感じだから、でもね、でっかいんだよね、でっかいからなんかこんな感じ、ボスお疲れ様、ありがとう、来てくれて楽しかったね、いっぱい話して楽しかったねビコお疲れ様でした、パー、準備時間までゆっくりできそう、準備時間、休む、いっぱい寝る、もう遠征行ってる間めっちゃずっと眠かった気がする、さっちゃんまた時空歪めちゃった、精神と時の部屋だから、え、でも本当に一瞬だよね、びっくりした自分も、のびお疲れ様でした、今日はね遠征先のホテルでも結構寝てたんですけど、すやすやゆっくり休みます、しかちゃんお疲れさん、ありがとう、また会える日まで待ってるよ、しかちゃん泣いてない、泣かなかった、アンブレットあれかわいいよね、ピンクと青と黄色あって悩んだけど黄色にした、安成ハートありがとう、プニシールド用お土産偉い、うん、なんか食べ物も他に買ったんだけど食べれなかったらあれだなと思って、お、これ使えそうと思って買っちゃった
めいこちゃん喜ぶかな、喜ぶかな、赤ちゃんや赤ちゃん赤ちゃん、よし、ありがとうありがとう、コメントありがとう、いいな、おつーさまかいな、てるじかわいい、あば、お疲れ、コパちゃんお疲れ、いやさささんいやささ、そう今日搭乗口33番、緑の33番だったらすごくない、キーさんお疲れ様でーす、朝泣いたの、うん、朝今日ライブ泣いてうるうるしたの、うん、また沖縄行くよ、行きたい、どうも Thanks You're welcome、イズパパお疲れ様、今日寝落ちしなかった、久々に動くささ見た、嘘、意外と動いてたよ、結構、じゃあ配信終わります、バイバイ、明日白金高輪セレネ B2 で待ってます、待ってるよ、待ってます、来てねー、うんうん。